現在の東京芸的年間東京芸的年間は東京都北区西ケ原にあるドイツの文豪ヨハンボルフガングフォンゲーテに関する文献を集めた私立図書館である財団法人東京芸的年間が運営している茨城県出身の実業家古川忠氏によってゲーテの生誕200年にあたる1949年に財団法人東京芸手協会が発足し 東京都北区王子で活動を開始した。さらに1964年に東京都渋谷区上泉町に初代東京芸的年間を竣工した。当館は古川氏が各地をくまなく探し、収集した芸手に関する書籍を集めた図書館で洋書、和書関係なく約15万点を所蔵していた。現在でも芸手に関する資料を集めた図書館としては、 世界でも指折りの規模となっている。1988年に東京都北区西原に移転し、現在の東京芸的年間が完成。運営している法人名称も東京芸的年間と改める。公益法人制度改革に従い、2013年4月より、非営利特化型、一般財団法人となった。現在では、定期的に芸手に関する展示会を行っているほか、 所蔵している文献の閲覧もできる。1989年に初代館長、小川氏が没し現在はその子息で映画評論家の小川哲夫が館長として運営している。初代の東京芸的年間は東京都渋谷区上泉町の国道246号沿いに立地していた。1964年の竣工で地上7階地下1階建ての建物であった。 建物の5階と6階が書庫になっており、ここにゲーテに関する文献が収められていた。2階は事務室と応接室、3階が会議室、4階が展示室になっており、7階が古川忠の住まいであった。古川は戦前は主に国内のゲーテ観光物を探し歩き、戦後は要所に力を入れ、海外の出版社や新聞社などと提携して、 海外のゲーテに関する文献や新聞記事が探さなくても小川の元に送られてくるようになった。全集はもちろん、非売品や、学会誌、社内誌、展覧会の案内、切手や、ラジオテレビの情報などがありゲーテのありとあらゆるものが入ってくるという。また、ゲーテの全集だけでも78種類も揃っているという。また、分類法も独特で、その書籍のありと、 あらゆる情報を記載したやり方で作られた図書カードは従来の図書館の検索カードの域を超えた高度なものであった。しかし当時は資料の一般公開はしていなかったので利用者は小川の私的な関係を通じてくる利用者に限られていた。この建物は手狭になったとの理由で1988年に東京都北区に移転した。 現在の東京ゲーテ記念館は1988年に竣工し、造車などはそのまま引き継がれた。東海館でも定期的に展示会が行われ、それまで限定的だった文献の閲覧も、ようようながら誰でも閲覧できるようになった。また本記念館の前の道は、ゲーテの象形と呼ばれ、ゲーテに関する詩が掲載されたレリーフがあるほか、記念館前はゲーテパークといった、 ゲーテの詩の掲げられたポケットパークも存在する。星野 197PAB、星野 202P、星野197から 199P。手塚治虫が1950年に執筆した本案漫画、ファウストの単行本が所蔵されていることが、手塚治虫漫画全集版、ファウストの後書きに触れられている。東京ゲーテ資料館公式サイト、 東京ゲーテ資料館公式サイトゲーテの紹介とゲーテパークありがとうございます。